雪の日だけは結構多いですね。あ、びっくりしましたね、こんなに来てくださると。今回の業務はエイディル支えりガルテンコースのガイド。このコースは南ドイツバイエルン地方の建築を思わせる森の小さなホテルエイディル支えりをスタートゴールに、周囲の里山や整備されたドイツ風の庭園を楽しむことができます。芽吹きの春、青々と濃さを増す夏、黄色や茶色で彩られる秋、冬と春夏秋冬、それぞれに特徴のある自然を見ることができ、飽きることはありません。コースの全長は 1.29km、 高低差もそれほど大きくなく、登山の入門編としても楽しめるコースです。この傾斜があるとないとで足への負荷がやっぱり異なりますので、たまにはフラットな道の長い距離よりも短くてもいいから、これぐらいの角度の道を、ね、歩くことはとてもプラスになります。皆さんが測っているのは自分の心拍数。健康ウォーキングでは160マイナス年齢の心拍数に保ちながら運動することが目安です。つまり30歳の人であれば1分間に130回の心拍数になるように歩くということです。実際に測ってみて130回以下ならもっと早く歩き、反対に130回以上ならもっとゆっくり歩きましょう。およそ30分も歩けば山の頂上にある吾妻園に到着。お茶を飲んだり景色をゆっくりと楽しんでからゴールのエイディル支えりを目指します。